おはようございます。ハワイの兄貴と慕う関真嗣牧師から福音のテロ攻撃を受けました。勝手にタグ付けをされて、腕立て伏せをしろと言わんばかりに。なぜ彼を兄貴と慕うのかというと、アメリカのビザが今年5年のビザが切れますけれども、私をですね、大使館の方に、推薦してくれた恩義があります。この兄貴のですね、テロ攻撃に、私も、愛する45年間の仲良し昭和45年生まれの牧師たちに、タグ付けをして、皆さんに、腕立て伏せチャレンジ。腕立て伏せというのは運動ですから、本当の不良は、運動はしませんが、今は不良じゃないので腕立て伏せをしたいと思います。そして五十肩真っ盛りなんですけれども、その怪我をして、したいと思います。いつも一発撮り。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、腕を締めて1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、三角形にして1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ここを映したくないんですが、サービスです。では皆さん運動に留意しましょう。